ちょっと待ってくださいね。でも、エミちゃんもあれやね、久しぶりの舞台復帰で嬉しいよな、今日はな。うん。まだ万全ではない。万全ではなく、まあ、ぼちぼちね、急がずっていうのでね。うん。ぶっちゃけ、正直な話、大病した時、死にかけやすい。ああ、もうな、大病やったんやな、死にかけるいうのはな。うん。脳梗塞、病名は。うん。細かい病名は脳動脈閉塞症っていう、それが元で脳梗塞にかかって、左半身が、ま、突然麻痺してしまって、今ちょっと全歩行になってるんですけど、うん、過酷なリハビリを経て、まあでもね、脳梗塞とかいうのはね、誰でも一瞬にして何かこうかかるような病気やから、はい、まあ、他人事ではないからね、はい、うちのおっちゃんも脳梗塞やってるから、うん、ほんで、まあ、ちゃんと復帰して、社会復帰してるから、はい、エミちゃんも、うん、もうその、ね、リハビリやってここまで来たんやから、はい、これからや。で、まだ若いから、うん、私みたいなババやったらまた別やけど、まだまだこれからあるからね、はい、うん。全国のファンの方からいっぱいリプライいただきました。うん、そりゃそうやわ、みんな心配してね、あれやから。うん、ありがたい、ありがたい、ほんまに。入院生活がやっぱし半年に及んで、うん、やっぱし心のリハビリがまだできてないし、うん、大丈夫大丈夫、こういうふうにこうね、ちょいちょいこうライブハウスにこうまだ姿を現したら大丈夫やから、はい、あ、ほんなら頑張って歌ってもらえると、はい、よろしくお願いします。今日は代表曲の、提供者久保ちゃん、両方使える、うん、久保ちゃん、救命愛花ちゃんに介護人をしていただいてます。まあ、ここへ昨年春に大病して倒れた時はもうここへ戻ってこれるか分かりませんでした。死ぬ目に遭いました。その先触れた病名で、そのはい、うん、復帰、皆さんにこうやって顔を合わせること、夢ことができたことが感極まってます。じゃあその気持ちを込めておっぱいでかなりたいなのが分かったのか、はい、はい、じゃあおっぱいでかなりたいなのが作詞したけど、久保ちゃん、私ですね、編曲家と言いますが、歌えみちゃんを聴いてあげてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。
います。うん、極まってます。ありがとう。ここに戻ってこれたことが夢のようです。ありがとう。死ぬ目にあったことを思うと、感極まってます。うん、皆さんに感謝しています。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。次復帰した時には万全の体調で戻ってきたいです。はい、僕の舞台はいつでもあなたウェルカムですから、ただあのバックリスだけはあのツイートしないでください。それはしません。でごめん、あの正直でちょっと時間押したからそろそろいいですか。あのゆっくり降りてくれていいのよ。ありがとうね。はい、ありがとうございました。Yeah.